隠し味、動画選びに3時間、フィニッシュまでに1分間、ボーン!です。はい、今日はマニアックな作品解説していきます。お楽しみください。実演、4枚のエースと4枚の黒いカード、お調べください。ありがとうございます。マークが4種類あるのはご存知でしょうか?スペード、ハート、クローバー、そしてダイヤ。エースを4箇所こちらに並べておきます。使用するのは4枚のエースと4枚の黒いカード。黒いカードのうちの1枚をエースの隣に、エースをこちらに差し込んでいきます。そしてエイヤーとおまじないをかけると、エースが消えます。消えたエースはこちらに入れ替わるというマジックです。あと2回チャンスありますので、よくご覧ください。クラブの球をこちらに置いておきます。そしてエースを差し込んで、エイヤーとおまじないをかけると、エースが消えます。そして消えたエースはこちらから出てきます。ラストチャンス、よく見ててくださいね。エースと黒いカード。出てないエースは、クローバーですね。クローバーのエースです。確認してみましょう。クローバー、間違いないですね。黒いカードを1枚と、クローバーのエースを入れ替えます。そして、エイヤーってやると、あら。エイヤーってやると、あら。あ、じゃあこうしましょう。そういう場合は、黒いカードとエースを入れ替えるというマジックでした。はい、では解説していきます。バックファイア付きのジャズエーセスです。ジャズエーセスは以前に解説しているので、そちらも合わせてご覧ください。用意するのは4枚のエースと8989の黒いカードです。まず最初にお客様に調べてもらいます。返してもらったらこちらは裏向きにします。順番が一応8989交互になるようにしておいた方がいいです。そして返してもらったらこちらは裏向きで、そして1枚のカードの下にブレイクを取ります。ブレイクを取ってこちら4枚のエースを返してもらったら、このまま表向きで重ねます。そしたら5枚をこのように取り上げます。ブレイクから上の5枚1枚付け加えられた状態です。そして1枚ずつ数えていきます。スペード、ハート、クローバー、ダイヤ、これ1枚付け加えられてますね。なのでこのまま重ねます。ダイヤ、そして1枚のエースをこちらに置きます。マークにこだわりがある方はいろいろ試してみてください。そしたら2枚目のカード、実際エースじゃないですね、こちら。そして次のカードを右側、その次のカードを左側に置きます。こちらはエースですが、ここだけエースじゃないというものです。そしたら手元にある4枚のカードのうちの一番下をこのように取って、4枚のエースとといって一番上に重ねます。チラッと見せてもいいと思います。一番上に重ねてひっくり返します。そしてここでエルムズレカウントを行います。エルムズレカウントを行うとエースが見えないです。そしてエースが一番上に来てる状態ですね。黒いカードを1枚置きますと言って、実際はエースです。そして1枚のエースはこちらに差し込みますと言って、上から2枚目に差し込みます。差し込んで、ここでオルラムサトルティですね、このように見せて、確かそんな名前だったと思います。このように見せます。実際はここのカードを2回見せてるというものです。こちらも下の動画をご覧ください。そしてこのように見せて、エースが消えたように見えます。そしてこちらに入れ替わりましたとやります。そして2段目ですが、この4枚のカードを取り上げて、エースが上から3枚目にある状態なので、このようにしてエースが一番上に来るように並べ替えます。この際2枚目のカードの下にブレイクを取っても構いませんが、実演ではブレイクなしでダブルリフトをしております。ここでダブルリフトします。ダブルプッシュしてダブルリフトを行い、クラブの球をといって、またダブルプッシュで、実際エースですよ、置いておきますといってエースを置きます。そしてこのカードを同じように上から2枚目に重ねて、おまじないをかけて、このように見せます。同じ動きですね、同じ動きで見せますが、一番上をこのように捨てます。そしてこのように見せる。先ほどのディスプレイもちゃんとしてたんだよという意味合いもあって、このように見せております。そして消えたエースはこちらと入れ替わっておりますとやります。そして最後ですが、4枚の黒いカードの上に3枚のエースを重ねます。重ねて一番下のカードにブレイクを取ります。プルダウンもしくはバックルでブレイクを取ってください。重ねると同時にこのようにずらして、エースと黒いカードと言います。こちらに4枚の黒いカードがあるように見せてますが、実際はブレイク取ってそのままずらして1枚だけを見せてます。そしてこのままこのようにしてひっくり返します。エースと黒いカードです。4枚あるように見せかけます。そしてこのまま揃えながらブレイクを取っても構いませんし、私はブレイクは取っておりません。そしてまだ出てないエースはと言って広げます。これ以上広げないようにだけ注意してください。クローバーのエースが出てませんねと言いながら、プルダウンして、3枚ひっくり返したように見せて、6枚ひっくり返しております。そして3枚のカードを取り上げて、お客様はエースだと思っております。このようにディスプレイしておきます。そして確認してみましょうと言って、このように持ち替えて、確かにクローバーのエースですねと言って、またひっくり返して広げて、一番下のカードを取って、黒いカードとエースを入れ替えますとやります。そしておまじないをかけても、あれおかしいな、入れ替わらないなということで、まあ、このように
見せてあげて、黒いカードとエースが入れ替わるというマジックでした。ここの部分のセリフは自分なりに考えてみてください。今までやってきた方ならすぐできると思いますが、セリフ回しが少し難しいのでご注意ください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。複雑な作品が多い中、これまあまあシンプルかなと思います。自分で手順を作る際もかなり複雑にしてしまうとモテマジックからは遠ざかりますのでご注意ください。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。